さんとか塚田恵梨香さんとかあと道場が一緒なのでよくお見かけしますね。同世代っていうと私の世代だとそのやはり一歩上がまなむちゃんだとか伊藤沙恵さんとか渡辺真奈さんとかですよね。で一個下が西山さんとかなんで結構ライバルが多いですよね。うん、ライバルが多いけど多いけどやっぱりバチバチですよね。香川さんのことはマナオちゃんって呼んでます。やっぱさ、マナオちゃんとも何か他のことをするというより将棋を通して接してる時間が長いと思う。で、印象に残ってるのは東京将棋祭りで白滝歩美杯かなってで指したのを覚えてて、うんで、そのさっき、そのヤグラだよ、それこそヤグラだよヤグラでこのコテンパンに負けたの覚えてますね、うん、なんか中飛車にしてね、なんか強かった、突破されてあれすごい悔しかった、だから覚えてるんだと思う。夜眠れない時、なんか将棋盤っていうか、これからどうやって勝っていこうとか、そういうもう本当に頭から離れない時が将棋指しなんだって思います。幸せ、なんか一人で家にこもってゲームをする瞬間ロード・オブ・モバイルっていう、まあ、お城のゲーム知ってますか。なんだろうな、本当敵の城を破壊しに行くゲームですね。戦略、ストラテジーっていう。アイベシャトーです。もうずっとアイベシャトー、これね、バランス等だと自分は思ってるんだけど、どうなんだろうね、わかんないんだよね。まあバランス等かな、どっちもですね。バランス等なんで。バランス等なんでまあ振るかな。恋は振りでしょ。初恋って何ですかね。初恋、あのさ、幼稚園の時とかさ、好きなのって初恋なの。初恋じゃない？あ、そうなんだ、じゃあそれだったら小学1年生です。ハイセンスな人、面白い人かな。いや、結構私合わせるタイプだと思うんで、なんでも。いつかしたいですね。教えたいですね。多分私の子供ならなんかプロ棋士になれる気がする。元気、よく笑う、そんな感じ。短所が甘い、いろいろルーズ、適当ですね。あ、でも神経質なところもありますね。だから本当に、なんだろう、適当じゃなくていいところをしっかりして、なんかそこ気にしなくていいよってところを適当になりたい。思いやりの気持ちを相手に伝えることは忘れないし、そこは譲れない。あ、じゃあ実は今度駅伝を走りますっていう。そうなんだ、浄水器確かにね、水大事だからね。現実的だな。いい答え。クラス一緒で、なんか、私のことを好きだっていう噂が流れてきて、 あるな、そういうのあるよね。で、全然好きじゃないのに、意識しちゃって、で、さ、よくさ、私外で遊ぶからさ、追いかけっことかしたりして、気になる気になる、好きになっちゃったみたいな。めちゃくちゃ可愛い話ちゃん。これだよ、これが聞きたかったんだよって感じ。なんかね、バレンタインのチョコあげたら、当時流行ってたモーニング娘。のカードもらって、何もかも可愛いですね。めっちゃなんか嬉しかった、覚えてるな。だからなんか好きとは言わないけど、まあいろいろアタックは自分なりにしてたけど、どう接していいか分かんないじゃん、小学生の頃なんて。だってさ、今でも分かんないもん。付き合うとかよく分かんないから、
とりあえず好きな気持ちは何かしら伝えてたんでしょうね。あでもありがとう伝えるのね、県民性だと思う。県民性静岡人の人牧野原民性、そう牧野原民はありがとうよく伝えると思います。お、うん、素晴らしい。でも本当にあの多分行ってた小学校が礼儀正しくしつけられてるところだったんで、あの育ちの段階でそうなったんだと思います。一回なんか富士急にあの女流棋士数人で行った記憶があるけど、普段からそんなベタベタ仲いいってわけじゃないですね、うんうん、結構私はこうピリピリ系、うん、ピリピリ系かもしれない。わかるわかる、うん、それで言うとさ、うん、でも本当になんか意外と赤状対局とか当たる、うん、あそう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 、なんかあんまりね、うん、やっぱ前まであの奨励会いたりとか私が関西いたりしたから、うん、そんなに出す機会ないかと思いきや意外とイベントとかで誘わせてもらって、でもなんかこうそう毎日やってるわけじゃないからこうさたまにさせるとすごいなんか嬉しい。そうですね、ももちゃん最近どんな風に過ごしてたんだろうみたいな、うんうん、なんかちょっとそんなこうドキドキ感を持ちながらこう対局できるところもあって、うん、そうだよね。だってもう席上もさ、だって私が公式戦でこう負けたこうすぐ後にさ、やっぱ東急で、うん、あ、京急か、うん、京急で大会があって、うん、その時、なんか私が公式戦でその負けたのと同じ戦型でやったんでね、うん、ももちゃんに負けた後にその公式戦の作戦をもう一回負けたんだけど使う、うん、で聞き手の音誰か忘れちゃったんですけど、よっぽど悔しかったんでしょうねっていうのが聞こえてきてそりゃそうだよって思ったのすごい覚えて、結構お互い表に出す感じだからね、感情をね、うん、でもそれはお互い分かってるんで、うん、大丈夫みたいな感じがありますよね。だから逆にこうそれでこうギスギスっていうなんか気持ちよく、ね、うん、なんかぶつけ合えるかなって、うん、なんか私もももちゃんのすごい対局するのがまあ楽しみな、楽しみです、ありがとう。夢に出てくる、出てくる、なんでなんだろうね。なんか将棋盤、なんか将棋盤とか対局に負ける夢とかしょっちゅう見るのさ、見ますね、本当やめてほしいよね、うん、見る見る見る、なんか現実ならその場にいないのに、例えばだよ、あ三段リーグの上がりの一番みたいなところを迎えてるみたいな、うん、そう、そんなのとかあったりして、うん、頑張んなきゃみたいな、頑張って考えてるみたいな、で攻めがね、冷めた瞬間さ、なんかさ、なんかあこれ現実だったんだって瞬間ってなって、え結構それはハマったらガッツリやっちゃうんですか、それともやっちゃいますね。ぶっちゃけ何時間ぐらいこう最長でやった時とかってトータルか1日かどっちもいいけど、えトータルは結構 6、7 時間ぐらいやっちゃった時も結構やったね、ある、うん、なるほどね、意外な、ももちゃんゲームやるにはそんなになかったからそう、意外とハマっちゃった、うん、ハマでしょ、あ、そうですね、うん、最近いっぱい結婚する女流棋士いたし、あ、そうだね、うん、結婚式見てるとこう行きたくなる、ね、あ、そうだね、行きたくなるっていうか、結婚いいなって思うよね、そうてか、ブーケもらってませんでした、そうなんだよあれは、うん、谷口ね、熊倉さん、あーそっか、熊倉さんが投げたブーケを現宮宗さんね、はい、あのダッシュで取りに行くっていう、でもおかしいの、私一番前にいたんだけど、私一番前より前に落ちてきたんだよ、そうそうそうちょっと篠さんの投げ方がちょっと足りなかったんで、遠くより我々が遠くにいたからももちゃんね、あの時だから落とすわけにいかないっていうのがあったんだよね、周りから見てたらだから落とすわけにいかないって思ったのが、もうどんだけ結婚したいんだよね、そうめっちゃ結婚したい人みたいに走ってって、でもさ、その後あの熊倉さんじゃない、宮宗さんのお師匠さんの高橋先生にあの撮ってくれてありがとうって言っていただいて、なんかじんわりきちゃいましたね、なんかでもそういうことあると余計にこうなんかこうあ結婚なんかしなきゃないじゃないけどさ、そうそうそう、なんかあるなみたいな、ね、なんかご縁があるといいなってなりますよね。駅伝走るらしいよ、なんかね詳細あんまよく聞いてないんだけどなんか走るって聞かれて、うん、あはいわかりましたって言って、え誰と走る、多分棋士、女流棋士で走る、すごいな、でも本当メンバーとかも私じゃないですよ、わかんない、絶対無理、わかんなくない、もうわかりきって、いやいや、わかんない、もう同様、いやいや、連れてこ死んじゃう、死んじゃう、走るのでもももちゃん好きだよねっていうか前走ってたんですよ、でもなんか継続すること苦手なんだ、そうそう、だから私の中でブームが去ったんだけど、この話が降ってきて
でもさ、騎士ってやっぱ負けつ嫌いだから確かにやらないのとか言われるとちょっとこうカチンと、うん、そうそうそう、でやろうってなって、うん、そうですね、そっか走ることになっちゃいました、うんうん、頑張ってね、頑張ります。